入ってカーテン、ああそうそう、これがないとサーキュレーターの力で押し出せるので、カーテンこれで漏れないように、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。長野県建築士会の諏訪支部の、青年委員会の、委員長やってます青木と申します。青木さん、はい、今日は岡谷の、はい、ちょっとこう駅前のところで、はい、ちょっとイベントをしているということで、はい、行ってみたんですけども、なんかすごいものを見ますね。そうですね、実はこれ、なんか試作で作ってるんですけど、はい、普段はこれの、まあ面積的には半分で、はい、体積はこれ8倍あるんですけど、8倍、はい、の試作で今回作らせていただきました。いつもはもうちょっと小さいですね。そうですね、半分ですね、面積的には。はい、こうちょっと黒板とか出したら、はい、ちゃんと図面まで書いてあって、そうですね、こういった図面というか、まあ、こういうのがないと、はい、やっぱり枚数どのくらいだとか、どこにどういう風な形で貼り付けていくというのはちょっとやっぱり分かりづらいので、やっぱりこういうのがあった方が作業も簡単に進むっていう感じですね。なるほど。まあ、あえてこの新聞紙を使って、はい、こういう立体的なものを作ろうと思った理由は何だろう。まず最初に、最近子どもたちが、なかなか大工の夢、昔は大工って夢が上位にあったんですけど、はい、最近ちょっと、上位に見当たらなくなってきて、その中で、まあ、こういったことをきっかけに子どもさんが夢を建築士っていうね、夢を持っていただけれたらいいなっていうことと、あとやっぱりこれも一つのものづくりなので、はいはいはい、こういったことでちょっとものづくりに興味を持っていただきたい。あとはまあこれがまああれなんですけど、まあ、建築士会で我々やっていますので、なかなか建築士会って知らない人が多いので、まあそうですね、そういう知ってもらえる機会になってもらえればなというふうで始めました。今回いつもより少し大きめっていうことなんですけど、はい、あえて大きいものを作ろうと思って。ですね、もう何回かやってるんですが、そろそろちょっと変わったことをやろうと、それには何がいいかなと考えたところ、通常より大きいものを、はい、やってみようということで、で今回、まあ、実際大人何人必要なのかとか、時間がどのくらいかかるのかということを、ね、計算して、はい、やってみましたね。はい、やっぱりこれを建てる時が、はい、一番苦労しましたね。やっぱり大人がというか人数がいないとそこが難しいかなというのは実感しました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。また続けてください。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、小さいやつよりもやっぱこう単純に大きいなっていうところで、うん、やっぱちょっとスケール感が違うんで気持ちいいですよね。なんか夢なんていいですね。なんか楽しいですよね。本当はね、これだけ広いからもっとね、たくさんの子供たちとかこう出会いいなと思いますけどね。そうですね、できるかどうか心配だったんですけれども、はい、そう、みんなでやっぱりね、力を合わせてできましたね。そうですね、はい、苦労したんでしょうか。そうですね、屋根とやっぱり、はい、壁を張り合わせるところが、はい、なるほど、はい、この入り口も工夫されてますよね。そうですね、これは何回かやるうちに、はい、やっぱりこういう風にドアをつけた方が空気が漏れないっていうことが分かって、はい、それでつけるようにしました。こういうメントってのは初めてなんですか。この新聞紙ドームは初めてです。はい、初めて見たの感じ。ちょっといつも小さいバージョンだって話だったので、はい、いきなりこういう見たことはないんですね。そうなんですよ、記事では見てさせてもらったんですけど、でもすごいですね、普通の部屋のサイズで入ってびっくりしました。はい、想像以上でした。